こんにちは、はじめまして、うさぎぼっととエリカットスキネです。片栗粉忘れてるのよ。あ、やべえ、ちょっと入れててんや。3人なんですよ、うさぎさん。うさぎさんじゃねえ。エリコさん、エリコさん、うん、こんにちは、はじめまして、うさぎぼっととエリカットスピネと、先生、マイクの調整見せてみました。もう一回お願いします。よ、超片栗粉さんなんてやつだ。いいですよ、どうぞ。はい、こんにちは、はじめまして、うさぎぼっととエリカットスピネと片栗粉アットマークふえです。今回は質問が多かった初心者向けのチェイスの動画になるんですけど、まあこのね、説明については、はい、片栗粉さんやってください。はい、片栗粉を紹介します。ですね、今回の動画は、コナチューブの質問で多かったチェイスルート、もしくはチェイスの方法について教えてくださいという方に向けての紹介動画になるんですが、現環境のハンターは、チェイスルートとかではなくですね、読み合いとか、まあ、そのハンターに対応したチェイスが必要なので、なかなか動画化するのが難しかったんですね。なので、コナチューブとしては、ウサギと、エリチにチェイス、ワンオンをしてもらって、ルートをミスした、判断をミスした時に、ここをこういう風に行ったらもっとこう伸びたよねとか、こここういう風に通ると、伸びないよねって言ったことを、まあ、エリチに詳しく説明してもらう動画になります。なので、見てる皆さんには、こう、場面場面を覚えてもらうというか、こういう時はこうしたらいいんだ、こういう時はこうしたらいいんだっていう感じで、一個一個こう、なんかこう、知識を蓄えていただけたらなと思います。でですね、細かいルールとしては、ハンターはジョゼフになりますね。で、理由としては、ジョゼフっていうのは、鬼没とか、読み合い以外では、以外で一発もらうっていうのは、なかなかこう、ルートが間違っていたりとか、危ないルートを取ってることが多いので、まあそういった意味でジョゼフを置いています。あと最後に、エリクワットスピネは、ハンターが上手いわけではないので、そこら辺のガバに関しては、まあご了承くださいということで。それでは、こんな感じでいいですか、うさぎさん。はい、いいですよ。それでは動画の方、どうぞ。ウサギさん、高低差を気持ち考えましょう。まあ、そのこと乗り越えた方が良かったかもしれない。月でペペーって。でも殴られて結局気持ちに変わりないと。いや、まだワンチャンあったかもしれない。そこでヒュンヒュンヒュンって。はい。これは初手。50個の。早い、行きまーす。了解でーす。やば、なかった。あ、終わった終わった終わった。パカパカパカ。ねえ、どうやって終わった。まあ、そうだね。今回、こっちに来るまで、ここに来るまでは全然悪くなかったんだけど、まあ、小さいことだけど、まずいらないって言ったのが、まあ、正直、自分だったら、右から入りたかったかな。こっちの板から。理由としては、左から入る場合に、行く場所が左だろうと右だろうと、ハンターにバレるんだよ。行く方向が。で、あと、板を倒す、倒さないも、正直分かりやすい。まあ、分からない選択肢としては、ここら辺隠れてこうやって間抜けるっ
ていう行動なんだけど、別に左に抜けてくれるなら別に全然ぐるぐるはされないんだなっていうのがわかるから、まあ、少し警戒してってなるから、正直右に入ってってやるだけで、まず右、ここの壁の時点で相手から一瞬死角になって、で、ここもまた左に行くだけで全然ハンターから見えない状況になるわけ。右は少し弱いから、やっぱね、ここの板をぐるぐるするのに、さっきみたいに少し弱いからまだ温存が良くて、まあ左に行くことで、まあ死角。で、こっちからはまあ見えやすいっていうポジションを作るべきだったかな。で、ハンターが普通に追ってきたら、まあこっちから入ることで結局、まあどちらに行っても死角になるよねって。まあできる限り左行くんだけど、まあここも結局死角になるよねって。で、ハンターが戻ったらまあ全然、まあこっち側から来たら、まあ自分たちはこっちから行くだけでもう一回死角になりますっていう状況なのを、まあこ、左、一番左の板から入っちゃって、しかもまあ、ハンターが板当たらないタイミングで少し早めの先倒しになっちゃったから一回戻って。それなら、さっさと先倒しでいいし、まあ、ここ先倒しする必要もなかったかなって、まあ、ジョゼフに対しては。っていうキャラだから、まあ、一発ここで、ダメージを、まあ、ここの読み合いで受けちゃって。ハンターが、ハンター目線よくするのが、やっぱサバイバーがこうやって板の読み合いここでしようとしてくると、こっちもいたまま、ため攻撃とかでこうやってね、ステインを隠しながらっていうのを、やっぱ警戒しないといけないから。まあ、そう思うと、まあ、少し難しいんだけど、まあ、全然ここで待機してもよかったかなっていう。その場合、まあ、全然食らわないし、少し、左に、まあ、こうやってずっと読み合いになったら、少し左に逸れて、こうやって板行くでもいいから、少し今、意表をつける行動っていうのを、まあ、絡められる場所だから、全然、まあ、ここのぐるぐるを無理やりしないでもよかったかなっていうのと、まあ、やっぱステインが見えにくいから一発目みたいにここの板フラに、まあ、隠れちゃったりしてるから、まあ、やっぱ、で、一発食らってからの行動もあまり良くなかったから、そこはまあ冷静に焦らずいかないと、やっぱ今みたいにそっちになるから、まあ、気をつけないとだね。はい。さっきみたいにまあ、ここで一発受ける可能性はやっぱ全然あるから、一発受けたらどうするかっていうのを頭の中で考えた方が良かったかな。っていうですね。では、以上です。はい。私、なんか戦いそうなんだけど、コメント欄で。チェイスが強くなかった。あと同じまたいい TC だし。なんかやだな、怖い子。あ、ダメだ。ないわ。今回は、小山に逃げたいと思います。何隠してんだよ、ステイ。マジか。は？終わった。これはもう積みましたね。旋回！旋回！旋回！さあまあ、戻るとして。まあ、小屋での動きは全然安定した一撃をもらわない動きっていうので全然良かったっていう。
まあ、こっからだよ。で、まあ、ウサギがこうやって行きましたと。はい。で、ここの窓枠を乗り越えたって言った瞬間に、まあ、ちょっと、まあ、もう一回戻るけど、ハンター目線からしたら、ここで乗り越えられたのね。うん。目の前の窓枠を。まあ、高確率で、まあ、船の窓枠行くなっていうのが頭によぎるわけよ。うん。だから、まあ、自分がいちいち乗り越えずに、まあ、左行って、うん、まあ、窓枠、あれ、越えずに行きたいなと。うん、まあ、それを、まあ、ウサギは察知したのか戻ったわけだよね。うん。でも、まあ、さっきみたいに閉鎖がついてましたって言ったジョセフだと、割れ窓も使ってあるじゃん、ここで。うん。ってなると、ここで、ここ越えると、まあ、行く場所はさっきみたいにこっちしかないよね。うん。で、ここ越えても、まあ、窓枠ない、あ、割れ窓はないよね。それで、閉鎖が2つついて、さっきみたいに一撃もらうルートが、まあ、成立するわけだよ。うん。ってことは、まあ、うさぎ目線は、うさぎ目線だと、ここを越えた瞬間に、まあ、占い師だからっていうのもあるんだけど、うん。こう越えた瞬間、相手の場所を見て、相手の場所が窓枠高校も近かったらいいんだけど、うん、全然窓遠かったから、相手、まあ、窓枠通ってこないかもしれないってことで、全然まっすぐ行くっていうルートが、今の閉鎖のことをよぎってね。ま、うん、っすぐ行くっていうルートが、もう乗り越えた瞬間、こっち行って、うん、もう板は直行するっていうルートが正解だった。うん。だけど、まあそれができずにっていう感じで、で、もう一回、まあ、言ってんだけど、ここ、もうあの時点で鬼没が溜まってたから、ここで、フクロウを使うのもダメだし、やっぱここ、こっち行っちゃってフクロウを使うのもダメだから、どちらにしよう、落下の硬直なし鬼没が決まっちゃった状況だから、うん、もう一発食らうってなったら、もう全然こっちで袋使ってよかったかなっていう印象もある。うんうん。で、あとは、まあ、ここに入った時、まあ、先倒しして窓枠乗り越えたじゃん。うん。全然気持ちはわかるんだけど、じゃあここを、この先、でもこっち先倒ししたら、もう、袋たまらない限り一発食らうっていうのはわかっちゃってたことじゃん。うん、まあだからこそ、まあ少しでも読み合いするしか、まあ先だろうし、まあこっち最初について、いやでもここ難しいけど、まあ、先倒しした後に少しでも持たせるなら、うん、まあ右行ったけど正直こっち行ってほしかったかなっていうのはある。周りこっそうだね。まあ、その理由としては、うん、板を使いました。ここで、割れ窓も使いました、うん。で、板を使いましたって、まあ、この3つを伸ばす、この3つ使うのがここで伸ばすコツなんだけど、うん、板、窓ってすぐ使って、で、また板って使ってるんだけど、うん、簡単に言ったら、この板窓がワンセットになってる。うん、いや、こっちの、あれ、板が1セット。1つ。あっち2つ。なんかそれを111にするだけで少しは伸びるわけよ。うん。だから、まあ、ここで通り過ぎて、ここで先倒しした後に、ここで割れ窓。うん。で、乗り越えるだけで、一応対角線にはなるから。うん。いや、うさぎがさっきここで割れ窓使いましたってなったら、こあれ、ジョゼフが、俺が今した行動ように、こうするだけ。で、対角線は生まれなくなるわけよ。うん。だからそこがまたもったいないとこだねっていう。うん。まあ、確かにこっからはあんま伸ばせなかったんだけど、ジョゼフだし。うん。だけど、ま、少しでも伸ばすため、フクロウが溜めるチャンスを長くするためっていうのなら、まあ、すぐ回り込まれるあそこの、窓枠乗り越えっていうのはあまり選択肢なかったなっていうの。うん。
もししちゃったら絶対に先倒しはせずに、もうここで、もう板の読み合いをするしかない。うん。っていう感じかな、今回。なるほど。はい、今回は、レオマップの試合と、コケ村の試合を解説させていただきました。こんな感じで、まあ、毎日毎日、毎日は言わないけど、まあ、頻繁に、こう、2試合、3試合とかを、こまめに出していくので、ぜひ面白いな、もしくはためになるなと思った方は、引き続きご視聴いただけると幸いです。また、まあ、ここのマップ見たいよとか、このハンター見たいよとか、もっとこうしてほしいとか、こういう編集してほしいなどあれば、コメント欄にお願いします。じゃあ。それではまた、次回の動画で会いましょう。バイバイ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 。紳士淑女の皆様、この度は「へいチャンネル」の動画をご鑑賞いただき誠にありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また他の動画もおすすめとなっておりますので、ぜひご覧ください。それではあなたのランク戦がいい結果で終わることをお祈りしております。人知を尽くして天命を待つ。どうか神のご加護があらんことを。